恒例となった日曜決戦には多くの観客が押し寄せ、今からワクワクが止まりません。開戦から13年、龍神戦隊ドラゴンキーパー VS 悪の怪人軍団。正義の味方は今日も悪を倒し世界の平和を守っていた。というのは茶番劇。もうおしまいだ。ネタ切れだ、ネタ切れ。怪人ぶっ飛ばせ。お疲れ。抵抗しない、言う通りにする。いい加減割り切ろうぜ。黙ってやられる役はもうごめんだ。狙ってやろうぜ。手を組もう、私と決めて。社会貢献こそが大戦隊の礎です。たまにはあってもよくないか。怪人が勝つ展開。正義と悪は誰が決めた。俺たち怪人は世界征服に来たんだ。逃げ帰るのはもうやめだ。じゃあ手を組もう、私と君で。怪人来た。どこにもなく来やがって。テレビの向こう側、何千何万という人間がお前の敗北に期待してる。負けることが決まっていても全うするんだ、怪人の役割を。ファイヤー。黙ってやられる役はもうごめんだ。合格です。はこれで君も今日から大戦隊の仲間です。大戦隊は不完全な組織なの。それならうちから変えていきましょう。怪人退治やめらんね。どこが正義の味方よ。大戦隊のトップを倒してお茶の間ドン引きさせてやるよ。少しは考えろ、自分の役割を。あんな反抗的な目をするなんてゾクゾクしちゃう。聞いてないよこんなの。詐欺だろこれ。おい、僕が先に大戦隊を正します。よし怪人消えろ。消えるのはお前だ、レッドキーパー。シング進行。ありがとう戦闘員くん、君の犠牲は無駄にしないよ。